皆さんこんばんは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。今回読む作品はこちら、自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲームです。作者は荒木慎様です。勇者という最強な人間が自重をしないと一体どのような結果を迎えるのか大変気になります。いや、そもそも勇者が最強なのかどうかも気になるところです。最近読んだ作品の勇者はどれも弱かったですし、そもそも勇者が勇者として役目を果たしている作品自体そんなに見かけないような気が。そんなこと言っちゃいけませんよね。自重せずにどんなことをしてくれるのか楽しみにしながら読みましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは自重しない元勇者のあらすじはこちらです。50年前、伝説の勇者が命と引き換えに魔王を滅ぼし、人間たちに平和が訪れた。この世界では何かの組織に属していなければ身分も与えられず、人権すらないようで、街頭で受付嬢が客引きをしていた。身分証発行のための能力検査にて、初めて見る職業を受付嬢が目の当たりにしていた。浮かび上がった紋章は、勇者。能力検査を受けていた人物は勇者だった。主観的に数時間前の出来事、70錬金を終え、フラフラに乗りながら帰宅中だった主人公は、待ち構えていた転生トラックによって異世界へと転生させられてしまった。その世界は前々世で主人公が勇者として生まれ育った世界であった。死亡した時に当然のように女神様と会い、元の世界に戻りたいと願ったおかげだった。しかもちょうどいい感じの年齢の状態で転生した。前世前々世の教訓から、この平和な世界で自重せず自由に過ごすと決めたのだった。という感じです。なんでしょうね。物語云々以前にワードチョイスが非常に気になりますね。主観的に数時間とか、待ち構えていた転生トラック、二足歩行に進化したばかりだった俺、喉に刺さった小骨のように引っかかります。丁寧に突っ込んでいったら話が長くなってしまうので言わないでおきますけれど、すごく気持ち悪いです。あと、このパターンは初めて見たのですが、スペシャルサンクスや後書きが話の間に書かれてるんですよ。1巻で10話分入っているのですが、8話の終わりにスペシャルサンクス、9話の終わりに後書きってなってるんです。途中でこんなの挟まれちゃうと、ここで終わりなのかなって思っちゃうんですよ。残りはおまけのお話なのかと思って読み進めていったんですが、どうも本編っぽい内容で混乱しました。スペシャルサンクスはまだ間に入れてもいいのかもしれませんが、後書きって最後に書くものじゃない？なんかすごい驚きました。こんな構成もあるだなんて、世界は広いですね。肝心な中身なんですが、タイトル通りですね。自重せず自由に、自分のやりたいように愛のままにわがままに生きる姿を描いています。金、暴力、セッが主題な感じかしら。自重しないイコール欲望全開という安直すぎる行動ですけれどね。こういう欲望全開っていうのが好きな人ならかなりハマると思います。最後の方で自分たちが救った世界はどんな風になったのか見て回る旅が始まったので、2巻以降になれば私的に面白いお話になりそうな予感はしています。今度はそれぞれの人生について見ていきましょうか。第1の人生は50年前の出来事ですね。50年前、魔王によって世界は崩壊寸前であったが、同年魔王を滅ぼしたと言っています。で、同年ヒロインは勇者をこの世に召喚したんですって。1年も経たずに滅ぼせたっていうのに驚きですよね。でもおかしいですね。最初の方では勇者として生まれ、勇者として育ちと言っているんです。矛盾なく話を構成するなら、1歳前後の肉体で勇者として人体錬成して、1年未満で人知を超える修行を行い、魔王と共に命を落としたという流れになってしまいます。畜生の行いですね。これが同じ人間とは思えません。ヘドが出ます。
漫画の絵は幼少期だったり青年の姿になっていますが、そこは漫画家がミスったんだとします。それか急激に成長するよう人為的に作られた存在か。命と引き換えに魔王を討伐して世界に平和をもたらしたことに何の意味があると思ってしまうようになったのは、ブラック企業に勤めて精神がおかしくなったせいだと思っていたのですが、違いますね。平和にしたことは世界にとって非常に意味のあることなのにね。まあこんなマッチみたいなお手軽消耗品の扱いを受けていたら、あんな下水性格にもなってしまいますよね。それでしたら私はもう何も言うことはありません。思う存分自分の思うがまま暮らしていってほしいと思います。その物語が面白くなるかどうかは別ですけれどね。できれば魔王討伐までの旅を書いてくれれば、より主人公に感情移入しやすいんですけれどね。前世も前々世もほとんど内容が語られていないので、単純に主人公の性格が元から悪いんじゃないのと思ってしまうんですよ。どういう経験をしたせいでこの性格になったのかを書いて欲しかったと思います。現在の主人公の性格についてはヒロインが全部言ってくれているので、私がこれ以上言う必要がないです。これが全てです。まあ付け加えるとしたら、多少ツンデレ要素があるくらいでしょうか。ほんの少しだけ優しさを加えたオラオラ系主人公です。オラオラ系が好きな女性だったら結構好きになるかもです。それとオラオラ系主人公にもてあそばれる女の子たちを見るのに興奮する紳士たちにもいい作品かもしれません。次に第二の人生についてなんですけれど、魔王を討伐した褒美なのか、平和な世界に生まれ変わったが待っていたのはブラック企業だったと言っていますね。これって第一の人生の記憶があるわけですよね。その状態で幼少期を過ごし、社会人になって自分の意思でその会社に入ったわけですよね。人よりも長く濃密な人生を歩んできていた経験、知識を使った結果であるわけでしょ。待っていたというより自分で選んだじゃないかしら。しかし文面通りに受け取り、ブラック企業が待っていたのなら非常に同情してしまいます。いきなり青年の姿で転生し、右も左も分からず科学が発達した世界のブラック企業所属の人間だったら絶望ですよね。その場合、戸籍や住所はどうなってるの？とか思いますし、その年になっても全く常識がなかったら、いくらブラック企業でも解雇しそうですし、スーツを着ていることから、頭を使わなくていい肉体労働ではなさそうですしね。第一の人生で培ってきた経験を生かせば、ブラック企業でも物ともしない猛者になるか。状況を見極めてすぐに退職しそうですけれど、70連勤ですよ、70連勤。読んだ時、私の見間違いかと思いましたよ。ブラック企業にさせたいがためにエスカレートしすぎなんですよ。少しは自重しなさい。あ、これ自重しない物語でしたね。ここすらも自重してこないなんて素晴らしいですね。現在の人生については大体言ったのでいいですね。全く前世の知識を生かしていないので、わざわざ3度人生を過ごさせる必要はなかったと思います。あといきなり青年の姿で、勇者時代の強さを引き継いでいるのが意味不明でした。その肉体と勇者時代の肉体は全く違うんじゃないの？と思いますし、ちょうどいい年齢で転生するのはナローあるあるですから、何言ってもしょうがないんでしょうけれど、最後に作画ですが、いいと思います。ことあるごとに出てくる裸体は綺麗だと思いました。主人公の変顔なんかも面白かったですしね。オラオラ系主人公を読みたい人はぜひ読んでみてください。今回のレビューはいかがだったでしょうか。このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。